フィギュアスケート女子の元世界女王で、18年、平昌五輪銀メダリストのエフゲニア・メドベージェは、24、イコールロシアイコールが25日、インスタグラムを更新。来日し、京都に滞在していることを明かした。写真、ラフなスタイルで鳥居に立つメドベージェはメガネ姿が新鮮。メドベージェははメガネをかけてラフなスタイルで、伏見稲荷大社の千本鳥居で記念撮影。 クガエルに再選し、丁寧に頭を撫でる様子の動画も投稿した。新日課として知られ、これまでもたびたび滞在。フォロワーからは、来てくれてありがとう、ずっと日本にいて、まさかいらしてるなんて、可愛い、などの声が寄せられた。